ロス・インゴ・ベルナブレスで発本は、主に新日本プロレスにて活動する、プロレスラーのユニット。略称は LIJ、ロス・インゴなど。ユニット名はスペイン語で、日本の制御不能な奴らの意。現在2020年は、反体制派のユニットとして活動している。本家となるロス・インゴ・ベルナブレス同様、ベビーフェイスでもヒールでもない一線を引いたユニットと、 少しているが、初期はメンバーによる乱入介入、椅子を使った狂気攻撃などヒール寄りのファイトスタイルが定着していた。2016年の下半期頃からはヒール寄りのファイトスタイルは着々と消え去っていき、内藤を中心にムーブメントを起こしたり、独特な試合展開を見せたりと新日本ファンの人気は急増した。2015年11月21日に発足。 結成当初のオリジナルメンバーは、内藤哲也、エビル、武士。同年5月、メキシコのプロレス団体である、CMLL に参戦した内藤は、同団体の所属選手で旧知の間柄である、ラ・ソンブラより、ロス・インゴベル・ナブレスへの勧誘を受けて加入する。6月24日より新日本プロレスへ外戦した内藤は、シリーズ開幕から本体と共闘しながらも、 チームとして機能させず不穏な行動が、目立つようになり、28日、ロードツードミニオン後楽園、ホール大会にて行われた試合後のバックステージにて、それまで所属していた本体から離脱を示唆する、コメントを残した。10月12日、キングオブプロレスリングにて、東京ドーム IWGP ヘビー級、大座挑戦権利所争奪戦と名誉打たれた試合で、内藤は、 権利賞保持者の棚橋博史と対戦した。内藤は入場時に自身のパレ派としてエビルを帯同させ、試合終盤にレフェリー不在の状況を作り出して、エビルと共に棚橋を襲撃したが、棚橋の救援に駆けつけた柴田勝頼、後藤博史大木の二人によって帰り討ちにあってしまい、最後は棚橋から敗戦した。11月、 新日本プロレスが主催するタッグリーグ戦ワールドタッグリーグに内藤エビルのタッグで出場。21日開幕戦の後楽園大会にて長期欠場中の武士が内藤組のセコンドとして登場し、決託を交わした。翌22日、本家との差別化を図るためユニット名にデハポンを付け加え、同ユニットとして本格的な活動を宣言した。 2016年4月10日に加入したサナダ。ありがとうございます。